こんにちは、マーサー46494です。はい、今回は、スタジアムの試合全然やってなかったんで、すんげえサボってたんで、やりたいと思います。メダル交換でねえな。メダルもさ、4万3000円だと思ってんの。ほうほう。はい、で、やりたいと思います。まあ、普通に、昇格のポイント取ったら終わりにしたいと思います。サボりすぎだな。ちゃんとやんないでね。毎週日曜日やろうと思ってんだけど、ランナーにいねえし。3回の裏、後攻チーム攻撃に入ります。この回の先頭バッターは新庄。投げた。ドロッカー。初球にバックストライク。第2球。投げた。インコース。スライダー。ボール。カウント1ボール1ストライク。あー、ちょっと詰まったかも。センターへ持っていった。ダイレクトで当たった。ボールはセカンドへ。新庄。ちょっと詰まったな。結構曲がりますね。投球これから2球目。あ、これもちょっと詰まった。伸びた。伸びていった。ちょっと詰まったな。マシン。え、てかノーヒットノーランじゃねえ今。やべえ。弾道低く。超スローボール。スローボールは外れても慎重に。いった、これはいい当たりだ。いったー、場外に。ノーヒットノーランじゃねこれ。マジで。あー、打たれてる。第1球ランナースタート、キャッチャー二塁へ送球。ランナーを二塁に進められてしまいました。投げた、これはボール。カウント1ボール1ストライク。次は4球目、セカンド正面、アウト、試合終了。江川、ノーヒットノーラン達成。え、マジで、あ、フォアボールだったの。ノーヒットノーランだ。マジか、来た。初めてかもしんない、ノーヒットノーラン達成すんのスタジアムで。はい、通常のバッシュ。ノーヒットノーランってなんかポイント入るのかな。あ、それはないのか。はい、で、昇格かな。あ、OK です。9285で昇格圏内になりました。はい、ということで、スタジアムのランキング昇格動画でした。まあ、頑張って、まあ、日曜日、週末にこの昇格のやつを合わせていきたいと思います。これ多分リーグレベル4までかな、多分。そうだよね。あ、でも、あ、6まで上がったんだ。あ、6までになったんだね。6経験してないぞ。4までだった気がする。へぇ、6まで上がってる。あ、なんで、じゃあ、6まで頑張ろうかなと思います。はい。ということで、スタジアムの昇格ランキングの動画でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。